新メニューサマーシェイクの出た丸亀製麺。サザエライモーよろしくお願いします。商品を見せたいので、このままいきましょう。で、こっちで、はい、あ、そうです、そうです、そうです、原田乃花さんです。よろしくお願いします。よーい、スタート。はい、じゃあ皆さん改めまして、石井達也さんです。よろしくお願いします。華やかじゃない花をありがとうございました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。呼ばれた時点で平野の勝ち。マーマンボーイズでーす。なんと第2弾マルガムシェイクうどんのシェイクうどんダンスをまた踊ります。すごい。これ作ってくれたんだよね。そうなんです。僕たちのために作ってくれたんです。かわいい、はい、ビー。じゃあお願いします。行きます。行きます。元気にいきましょう。お願いします。今回はすごくて、うん、はい、夏祭りのようなすごく華やかなセットで、はい、それがすごく楽しかったですね。僕は小さい頃から実は矢倉に乗ったことがないんですよ。で今回本当生まれて初めて乗らせていただいて、うん、やっぱり矢倉に乗れるような大人にならなきゃいけないなと思いましたね。どういう大人。いや、やっぱり立派な大人にならなきゃいけないな。なるほど。君らもやっぱり立派な大人になんダメだぞ。はい、はい、やっぱり大したもんだよ。やっぱやってね、はい、こうやって踊るんだよってやってる姿は眩しかったよ。ありがとう。本当に楽しかったです。どうですか、これ新しい。私いただいたんですけど、はい、
あの最初はレモンが入ってるってどういう味なんだろうってすごい分からなくて、俺も同じ、ね、それでこうシェイクしてみてくださいっつって、はい、シェイクして、うん、それでまあ溶けた頃に食べたんですよ、うんうん、結構さっぱりしてて美味しいんですよ、うん、本当に、うん、あのシェイクすることであの、レモンの果汁がちゃんとミックスして、ちょっと夏はいいなって感じがしたんだよね、うん、考えてんな丸亀って感じだよね、さっぱりって感じでした。いやすごい、どうだったどうだったどうだった。いやもうめちゃくちゃね、僕らもさっき食べさせていただいて、うん、だってもう頭がレモンだもんレモン色完全に酸っぱい感じで、はい、でも本当にあの、ま、うどんと合うのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったし、あと凍ってるから振ったらなんか全体的にあの冷たくなってめっちゃ美味しかったです。でもうどんがもちもちっていうのは前回に引き続きやっぱりポイントでめちゃくちゃ美味しいなっていうのは、ね、そこはやっぱり丸亀だよね、はい、コシがちゃんとあってさ、うん、でそのコシがあるからレモンの味がぴったりくるんだろうな、うん、そうですね、美味しかったです、すごく美味しかったわ。レモンはレモンだけ食べてもいいよね。そうですね、なんでそういうこと言うんだ一緒に食べるべきだろうこれはあ、そういうことか、すいません、そういうことだよね、どっちでも美味しいです、うん、つくまれないように気をつけてね本当だよね、はい、どうだった。いやでも僕もあの酸味スルッといった時、スルッといった時に、うん、あの相性というか、はい、あの、うん、さっき言ったそのなんだろう、レモンがめっちゃ立ってるっていうよりかは結構マッチしてるなと思って、そのなんだろう、ポン酢じゃないですけどで食べるようなこう爽やかな感じがマッチしてました。ポン酢の感じはあるよね、ちょっとそっちな感じも。だからあれ好きな人は絶対好きだよ、好きですね。あ、見た目ね、女の子は見た目で来るからな、斬新で、あの色が鮮やかで可愛いなっていうふうに思いました。なんか夏っぽいですよね、すごく美味しい。なんかどんな味がするのか想像はつかなかったんですけど、うん、あの見てびっくり、食べてびっくりっていう感じで、すごく美味しかったです。そんなに想像つかなかったか今日のつかなかったかもですね。今日の原さんのあのこのピあの黄色とマッチしてて、そうなんですよ、ちょっと帯とかもレモンで合わせて、それで合わせて、あ、そうなんです。だったらここにレモンつけてくるからレモンすぎて、レモンにすればよかったもう米米クラブの連中の話題になっちゃってて、今コンサートツアー中なんで余計みんな集まるから、でお前見たとかっつって、踊ってんだってシェイクイップでっつって、でしかも丸亀製麺だぜとかっつって、すげえだろうなんつってみんな盛り上がってましたけど、でも使ってもらったはもう嬉しいですよね、その一言でしかないですよ。でしかもあの全然振り違うしそうですね、全然違う感じで、それがまたすごくいいんですよ、よかった、あっちの振りの方が良かったんじゃねえかみたいな、いやでも良かった、そう言っていただけて本当にすごい、なんか新鮮でしたよね、ありがとうございます、ありがとうございます、光栄でございます。今回の CM は夏祭りのセットだったので、はい、夏祭りだったりとか、なんか夏っぽいやっぱり海だったりとかピクニックなど、なんか夏のレジャーに、もう僕的にはもう花火大会に連れてきたい、カップルで食べたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、でそれをなんかこうたまにこうシェイクし合って、シェイク冷やし合って、シェアして、シェアして、シェアして、シェイクして、シェアだ。ちょっと味変えたいねっていう時にさ、ちょっとこういうの食べるとさ、ちょっと口の中変わってさ、まあ違うものを食べようみたいな話になったりなんかしてさ、結構そういうのにもいいよね、スナックっぽくもいける感じがしない？確かに確かに。まあ新しいことをしてらっしゃるじゃないですか、丸亀製麺さん、はい、僕たちも今年からちょっと新しいことに挑戦始めまして、歌出しましたこれ本当です、これ本当なんですけど、はい、これと一緒に添えて買ってほしいってことだね。そうです、そうです、丸亀製麺さんもパワーパフボーイズさんもよろしくお願いします、お願いします、お願いします、すいません、はい、お願いします。さあそして私ですか、私はそうですね、ありきたりかもしれないですけど海に行きたいですね今年は。海に行きたい、はい、海に行ってこれ食べる。そうですね、サーフィン乗りながら、サーフィン、あ、でもやってみたくて、サーフィンやってみたい欲はあって、あー、サーフィンやって、ちょっと新しいことに丸亀製麺のこのうどんのようにチャレンジしたいなとは思いますね。丸亀製麺のこのレモンの、あのうどん食べながら、はい、さーっとこうやって、
これで来たら最高だぜ。無理かもしれない。そのぐらいまでやってほしいな。すっごい頑張ります。俺はね、これ食べながらシェイクイップ歌ってみたいね。うわー豪華。それは絶対見たい。シェイクヒッヒッ息継ぎみたいになっちゃった。夏の丸亀シェイクうどんは新メニューも加わり、さっぱりからがっつりまで楽しめる夏にぴったりの5種類を用意しています。レジャーやお出かけ、スポーツ観戦など夏を楽しみたい全ての方に自分で振って食べる新体験の楽しさを、ワクワク感を味わっていただきたいです。はい、イエイ。ありがとうございます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 。ありがとうございました。新体験サマーシェイクうどん誕生、まもなく丸亀